はい、ドッキンジェリービーンと言います。90年代から絵描きとして活動しており、始めた頃は主に音楽関係のバンドのフライヤーや、ポスタージャケットなんかを描いて、始めました。15年ぐらい前にバイクの事故した時に顔に傷ができて、それからあまり人前に姿を出したくなくて被るようになりました。私は最初に多分、見たのはロバート・ウィリアムスの、作品を日本の雑誌のちっちゃいところで見て、それまではあまり絵画の世界みたいな純粋美術とこのファンタジーというかモチーフが漫画でスタイルが絵画みたいなのはなかったので、これだと思って自分がやりたいのはここだというのを感じて、そうですね、あんまり意識そこもしたことはなく常に行くんですけど、自然にこれになってきたと思うんですね。自分で特にスタイルを作ろうとしているわけではなく、ラインが多分にじみ出てきたりとかするもんでなってるということだと思うので、今まではずっと手作業で、私が仕事をやりだした頃も絵を描き出した時もまだ例えば印刷の入稿などはそのデジタルじゃなくアナログの版下で入稿したりとかして、それがデジタルになってもすごくやっぱできることが増えて幅が増えていろんなことができるようになったんですけど、やはりパソコンで作業して色とかを塗るようになるとそっちにこう簡単なので楽ちんなのでやっぱなまってくるというか、だけどデジタルにどんどん時代がなっていくからこそ、こういうやっぱリアルな生のものっていうのはより貴重化されると思うので、それ両方続けていくようにはしています。今回そうですね、この展覧会、まあ自分とスケッチとで描いたわけですけど、どちらかというと、まあ自分もいろいろ描いてみたかったけども、スケッチが描くモンスターを見たかったっていうのも半分以上あるんですよね。僕は彼の絵がすごくやっぱ好きで、で彼が得意とするモンスターで一緒に描いてみようというのがあったので、自分にとっては割といつも描くモチーフが女性なので、このモンスターっていう普段あんま仕事であまり描く機会ないですけど、描きたいと思っているものを思いっきりいっぱい描いてみたいっていうのをやってみたかったので、それができたのが楽しかったです。いやすごく面白いですね。やっぱ特にアメリカ行って逆に日本の外からこう見たりすると、やはりすごく日本のそういうところはユーモアっていうんでしょうか。なぜかっていうと、その例えば一つの雑誌の中にアメリカならこ もうスキンマグはスキンマグでこうポルノ、こっちはもう子供入っちゃダメなとこってこう分かれてるけど、日本の雑誌とか日本の文化ってこうごちゃ混ぜになってて、ファッション誌の中にセクシャルなものがあったりだとか、ビジネスのサラリーマンが読む雑誌の中にそういうグラビアのページがあったりするようなところが、はい、ユニークだなって外から見ると、改めて見るとやっぱ思うし、あの曖昧なところがいいですよね。エロスティカ今お店で原宿と名古屋にあるんですけど、最初はもともとロサンゼルスにいるときにやっていたエロスティポップというブランドがありまして、そこの日本の方で働いていた今井っていうのと、あともう一人ロサンゼルスで一緒に遊んでたノロっていう男がいまして、でそのノロっていうのがロサンゼルスから日本に俺より一足先に帰って、その今井と仲良くなって、なんかジェリービーンのことで何かしたいなっていうことで、お店を作りたい、俺の商品を置く店を作りたいということで、でやり始めた。これからさらに深めていきたいのはこっち側の方で、ただ壁に描けるような絵をもうたくさん描いて、今回みたいな展覧会をいっぱいしたいなと思ってます。
あと将来的に、これからしたいなと思ってるのは、女性用の下着のプロデュースとかしたいですね。で、女の子が可愛いと思って着てくれるようなちっちゃいティーバッグにちっちゃい絵を描くだとか。